皆さんこんにちは、ムチョと申します。新潟で関西馬が独占状態ということでですね、レパードステークス、ライオットガールさんが牝馬ながらも制してですね、まあ、まさに本馬っていうのも関西馬だったわけですけれども、まあ、ちょっと今回のね、新潟開催っていうのは結構特殊でありまして、いつもだったらですね、こちらに小倉も合わせた三条開催ということになるんですが、今年に関しては二条開催っていうのがですね、まあ2週間続いたんですよね。まあつまりはその立東も日本もですね、まあ同条件でのレース参戦っていうのが、まあできたわけですけれども、まあそれで私が思ったのがですね、まあ今の状況だと、いや立東馬がね、まあかなり優勢な状況になるんじゃないかっていうふうにちょっと考えていたところがありまして、っていうのもやっぱり今関東っていうのは販路がですね、その改修工事ということで使えない状況になっておりまして、まあ前にも動画にしたようにですね、いやそれは結構結果にも大きな影響をもたらすんじゃないかっていうふうにまあ考えていたわけですね。その改修工事が終われば逆に関東馬の逆襲っていうのもね、ちょっとずつ始まるとは思ってるんですが、やっぱりそれまでっていうのは逆にね、販路の高低差の差どころか、もう販路自体がね、使えない完全フラットコースでの状況がメインに、まあ、トレスンだとなるわけですから、まあ、シンプルに考えたらね、やっぱり関東馬不利だよなっていうのは、まあ、なんとなく思っていたことなんですが、ちょっと今日はね、それの検証というか、まあ、その2週にわたった貴重なね、二条開催の新潟開催はどうだったのかっていうのを、いや、見ていただきたいなと思います。まあもう結論から言っちゃえばね、やっぱ関西が、まあさらにね、優勢になった時期だったのかなっていうのは、まあ私的には思いましたね。こちらがですね、4日間行われた新潟開催の全レースということになっております。12×4 で48レースあったと。で、その出走等数とですね、そのうちの立東の等数で、で、1着、2着、3着で、立東馬がね、3着以内にどれだけ入ったのかっていうのも出してみました。で、関東か関西馬が独占したレースっていうのでちょっと色つけてまして、で、関東馬がピンクで、関西馬が黄色っていうことにしたんですけど、なんと、関東馬はですね、この新潟ジャンプステークスでは独占ということになったんですよね。ただ、逆に言えばそれだけでしたね。他の黄色い部分っていうのは全てその関西馬の独占したレースということになっております。まあそもそもに関西馬の割合がね、出走を占める割合が高いっていうレースもあったので、間違いに言えるものではないんですが、まあもうかなりのね、差があるのが分かっちゃうかなと。ただ全体的なですね、出走等数の、まあ延べ等数ですね、で言うと、関東馬が343と、関西馬が337とということで、まあ、全体で言うと関東馬の方が出走投手自体は多かったと。で、勝利数的には関東馬15勝、関西馬33勝ということで、もうダブルスコア以上の差がついております。率で言うと関東馬が勝率 4.4%、副勝率 15.2% で、関西馬が勝率 9.8%、副勝率 27.3% ということになりました。いかがでしょうか？まあ、ちょっと他の開催との比較はできないんですけれども、まあこれだけ見ると完全にね、まあ立東関西馬が、まあ、圧倒的に強かった成功到底が数値するとかなりわかりやすくね、まあ、出るなっていう印象は受けますよね。 G1 の数で言えば確かにね、帝栄の馬とか頑張って、去年や一昨年なんかはかなり均衡してた感じではありますけど、やっぱあくまで全体的に見るとね、まあ、結構な差があるのは感じると、まあ、そこにね、まあ、さらに今年は春の影響もねガスンと効いたということで、まあ、全ての数値においてほぼダブルスコアということに、まあ、なったということでね、もう立東の副勝率 27.3%、 勝率 9.8% なんてもう上位9社の数値ですからね、完全に。とりあえず関西に出資するだけでね、もうこんだけ率が上がるって言うんだったら、そりゃね、関西の馬に予託やね、出資をしたくなるところで。で、ちょっとね、その関西が特に独占した条件っていうのも何か法則性があるんじゃないかということで見ていきたいと思うんですけど、独占したレースっていうのは12個ありましたね。まあ、48レースあったわけですから、4分の1がね、関西馬の上位3着まで独占ということになったと。で、まあ、その条件としては結構ね、ばらつきあるようには感じるんですけれども、個人的にはやっぱりダートと芝中長距離っていう舞台は、やっぱり関西馬の方がかなり有利だったのかなっていう印象があります。なぜなのかって言われると、ちょっと難しいんですけどね。で、逆にですね、その芝の短距離っていう意味で言うと、差がないというか、むしろ関東馬の方が頑張って
張ってるのかなっていう印象は受けましたね。先直で行われた愛媛サマダッシュ含め3つのレースは全て関東馬が2頭で関西馬1頭で、千里は専用で言ってもですね、関西馬の独占っていうのはなく、こちらに関してはね、関東馬の狙いやすさがまだあるのかなっていう印象ですね。で、あとは先ほども言ったように障害では関東馬がね独占ということもあったと。まあ個人的にやっぱりダートの短距離とかでは7レース中4つもですね、もう立東の独占、他全てのレースで関西馬優勢だったっていうのはやっぱ販路の効果も大きかったのかなって個人的には思いましたけどね。やっぱここら辺得意な馬は販路でいい時計を出した馬が構想しやすいように販路の効果が直結するレースなのかなって思いますんでね、まあ、あり得るんではないかと勝手ながら思っております。まあ、ということでね、そんな感じの関西馬が強かった新潟開催っていうのをご紹介させていただきました。もう結構新潟競馬場っていうのはアクセス的に言ってもなかなか関東のホーム勝てると難しいところはあるみたいですよね。むしろ立東の馬の方が輸送は楽みたいな話もあるぐらいですから、まあ、そういったところもねちょっと不利に働いた面はあるそうです。北海道開催みたいに両馬ともね同じ条件で滞在する馬が多いという状況だったらちょっとはね変わってくるとは思うんですけれども、まあ、輸送でも折れ線にしても不利っていうことになればですね、それはやっぱりなかなか叶わないよなっていうところでございます。まあただですね、この辛抱する時期を乗り越えればいいけね、販路の高低差で言えば立東やね素晴らしい階級にも引けを取らないレベルまで上がってくるわけですから、まあ、10月以降の関東馬の逆襲にも期待したいと思います。あとはこの階級の話で言うと、矢作さんがですね北海道に自前でね階級施設を作ったことをご存知でしょうか。いやこれもまたね大きな影響力をもたらすような気がいたします。読み方としてはマッカリサマーセーブル、その北海道開催時期20馬房を使うことができると。まあ、そんなにねもう天やしがらきのような凄まじい販路とかがあるっていうわけではないようなんですが、その他で開催で使う馬もずっとね馬房を使ってるわけじゃなくてやっぱり放牧しなくちゃならないんですけれども、その時にその裏側までね、まあ、運ばなくちゃならなかったと。まあもう北海道っていう同じ都道府県で言ってもまあかなりの距離があるということでね、もうそれこそ Google マップで見ても函館が北海道の一番下なのに対してもうぐるっとね回って裏側っていうと約380キロ最速ルートであると。八木さんの話によるとね8時間かかるということですから、まあこれはねちょっとあまりに負担が大きすぎるということで、このマッカリサマーステーブルであればですね約180キロ半分以下まで短縮されるということでね、まあもちろんこれもね本州の中で言えば、まあ、立東と信楽みたいなそういう距離感ではないですけれども、まあだいぶね楽になるっていうのは、まあ、物理的にね分かるとこじゃないかなと思います。まあもうこれはですねここを使った馬の爆走がねいや来年以降は見られるような気がしてならないですよ。しかも水もいいということでね、結構関東は逆にちょっと水が気になるっていうね関係者さんのコメントとかもよく見たりしますけれども、まあそういった意味でも期待十分と。一応写真見た感じだとですねこの貴重な施設を使うことができるのはまずはこの矢作さんと、あとは娘さんとね結婚されたあの田中勝則調教師さんも写真写っておりましたんで、まずはその2つの厩舎がですねいやメリットを受けることができそうです。さらに言えば私たちでもねこちらは携わることができる可能性があるということで、併設されているコテージには開催期間以外はですね宿泊施設としても公開予定ということでね、まあ、そこにはその矢作さんコレクションコントレールの銅像やね GRS のトロフィーなんかも置かれているのも見ることができるということで、そちらも楽しみでございます。まあその本州のね外球的な意味合いではないかもしれないですけれども、まあその北海道開催においてはこういう細かいね負担の減らす工夫が結果ね大きく関係してくるかもしれませんということでね、まあ話を戻すととりあえずはやっぱり関西馬が特にこの時期は優勢にも思える状況と。まあ、この後からはね、小倉も入ってきて三条開催ということで、まあ、ちょっとはね、分散してくるかと思うものの、まあ、やっぱりまだまだ上級クラスとかはね、そういう戦う機会っていうのも多いでしょうから、まあ、10月まではやっぱり基本的には変わらないのかなと、個人的には考察しております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。